影のない犯人。坂口安吾。診察拒否の巻。この温泉として、多分前山別荘が一番大きな別荘だろう。その隣に並木病院がある。この病院で、その晩。 重大な会議が開かれていた。たかる者、三名。主人の並木先生、五十五歳。剣術使いの牛久玄斎先生、七十歳。一刀堀りの木長家で南画家の石川京六先生、五十歳。いずれも先生と呼ばれるほどの三子である。 あなたが馬鹿のことを口走るものだから、こういうことになったのですぞ。と、並木先生は、締め殺しかねない目つきで、協力を睨みつけた。その恐ろしい目つきに、協力は震え上がって。馬鹿言うなえ。あんたの目つきは殺人的だよ。誰だって、その目を見れば一服盛られそうだと思うよ。よしてくれよ。 俺に一服盛るのは。何ですと引きずてになりませぬぞ。まあまあ、うちはもめはよしましょう。と、さすがに最年長の玄祭、鶴の一声、見事である。剣術で鍛えた岩のような体、若々しい小金、単然たる姿、惚れ惚れする威厳である。 協力は頭をかきながら。しかし、ねえ。俺のせいにするけどさ。それは俺は口が軽いし、変なことを口走る癖があるのも事実かもしれないけど。あんた方も、近頃人相が変わってきたな。昔のふっくらした大人の風格が失われましたよ。なんとなく、腹に一物ある人相だ。俺の口のせいにするのは、 ひどいと思うよ。とつぶやきながら、敵の殺気を恐れてか、よらば逃げようという身構えである。そもそも事の起こりは、前山家の当主一作が、なんとなく病気になったせいである。前山家の人々は、てっきり並木先生が一服持ったにそういないと考えて、彼の診察を拒否し、 他から医者を呼ぶに至った。前山家がなぜそう考えたかというと、並木先生は、かねてこの広大な別荘を借用して、医学旅館を開業したいという、切なる念願の虜となっていたからである。温泉とはそもそも病人のためのものだ。しかるに、東根の温泉旅館はすべて健康人を相手にしている。 ところが、並木先生の見解によれば、人間はすべて病人なのだ。病気を持たない人間は存在しない。彼らはただ、自分の病気を知らないだけだ。もしもここに医学温泉旅館というものが開店して、そこに泊まるお客は名医の診察を受け、自分の病気を発見し、適切な処方を受けて、 週末の一日を休養して帰るなら、彼らの幸運は人大であるに相違ない。それからそれへ聞き伝えて、おすなおすなの大繁盛であろうという考えであった。これを聞いて、立ちどころに一生に伏したのは、強力だった。温泉へ入院に来る暇人はいないよ。 大地あんたがそういう考えを起こしたのは、近頃あんたの評判が悪くて、患者が来なくなったせいじゃないか。目先の変わった新趣向の旅館を開いて、お金を儲けたい一人じゃないか。しかるに、世のため人のためと言いたがる了権が、ちゃんちゃらおかしいのさ。そんな了権でいくら趣向を凝らしたって、お金儲けができますか。 俺だって、お金が欲しくて仕様がないのだから、本当に儲かる話ならすぐ飛びつくけどね。別荘を借りて旅館にしたけりゃ、普通の旅館で結構じゃないか。何のためにその来館へ、あんたというヤブ医者が現れて、お客を診察する必要があるのさ。まるっきりぶち壊しじゃないか。幽霊かなんかが現れる方が、 あんたが現れるよりも気が利いてるよ。しかし、なんだね。あんたが現れるのはまずいけれども、天才先生が現れるのは思考かもしれないよ。協力はこう言ったとき、自分の思いつきの素晴らしいのに、思わず膝を叩いたのである。彼は上気して叫んだ。そうだ 三人で旅館をやろうじゃないか。玄斎先生がその単然たる姿で、玄関にうやうやしくお客を迎えて、しずしずと畳に額をすりつけて、へい、いらっしゃいまし、とやったら、すごいね。番頭と言っちゃあ気の毒だが、この番頭の風格、旅は気分の問題だからね。番頭で悪ければ、 酒場には雇われマダムというのがあるから、雇われマスターでいいや。現在先生、七十になるそうだけど、老来ますます色っぽくなってきたよ。数年前から十六七の茅誤さんの色気がにじみ出てきたと思うんですがね。ここが剣術の幻妙なところかもしれないね。若年の時からの死し,したる剣の苦労が、 老年に至ると、若侍の色気になって、蘇ってくるらしいな。若い娘にモテると思うよ。ひょっとすると、十七八の女学生の恋人ができるかもしれないね。どうも、そういう予感がするよ。協力はふざけているのではないのである。彼は生まれつき、軽率に思い込み、軽率に感動し、 警察に口走る壁がある。剣術国筋で貧乏のどん底にある原菜をおだててみたって、鼻血も出やしない。ねえ、三人で旅館をやろうよ。俺は駅へ出て客引きでも何でもやるよ。並木先生は風呂盤でもするんだね。お客の背中を流しに出ると、むらむらと誤信するから、 ゆどのの裏で湯加減の調節でもしてるんだな。さて、協力が、もっか大問題の重大なことを口走ったのは、この次の言葉であった。しかしね、前山一作氏の目の狂いうちは、金輪際別荘を貸してくれないからね。早く死んでくれねえかな。すると、 他に予徳もあるからな。花子夫人はまさに絶世の美人だからね。へっへん。先生、変な顔をしますね。知ってるよ、君。彼女に惚れてるのは、俺一人じゃないからね。り先生の老いたる胸に、溶岩がドロドロと燃え立たれているね。つらつら感じきたれば、医者の先生も、 剣術の先生も、実に悲しき人間ですよ。しかも、俺よりも貧乏にやつれ、金に疲れ、女に疲れているのだからね。年がいもなくさ。医者の先生が前山氏に一服盛り、剣術の先生が夜中に前山氏を一刀両断にしても、俺は憎めないよ。むしろ、その人を愛するな。 手が両先生だけならよかったのだが、その席に、前山一作氏の長男、高一というヤクザな青年がいたのである。高一は花子さんの子供ではない。花子さんは5歳だ。まだ28である。高一のたった3つ年長である。高一はカリエスでギプスをはめているくせに、 剣刀のグローブを買ってきて立ち回りの稽古に打ち込んだり、にわかに思い立って絵やフランス語の勉強を始めると、全然尻滅裂の青年であった。しかし、いかに尻滅裂でも、前山一作なる人物は彼の父である。その一作詞に、一服盛り、一刀両断にしてやりたいとは、 ねが軽率な協力にしても酷すぎる言葉であるが、次なる言葉を聞いてみれば、さてはそうかと、頷ける理由はあったのである。へへ、孔一くん、知ってるぜ。花子夫人を狙っているのは、これなる三先生だけじゃないからね。未亡人も親父の遺産のうちだから、 相続しても不思議じゃないと思い込んでるらしいじゃないか。無論先生のお説明は賛成です。彼女は稀なる美女ですよ。親父にはもったいないな。かつ、また華々しく色っぽい女性ですね。しかも彼女は、事故の多情なることを自覚していないです。 女性に関しては、すれっからしの神秘化であった。彼は老いたる友人たちを裏切る意思はなかったが、ただ真実を伝える意味において、つまりその真実が彼のお気に召していたせいでもあるが、妹のマリコのみならず、当の花子夫人に向かって、三先生の言説を、逐一報告に及んだのである。 ははは、<laughs> 面白かったです。結局、京六先生が最も純情のごとくで、最もずるいですね。自分がどうするということを言わずに、並木先生が一服盛り、玄斎先生が夜更けに一刀両断にしたら、と言ったのです。これだけで済めばよかったのだが、それから間もなく、 一作詩が原因不明の病気になって、ふらふらと床についてしまった。そこで定女花子夫人が立腹して、並木先生の立ち入り禁止を発令し、よそから医者を呼んだのだ。この報告がてら、孔一は三先生を訪れて、真実を伝える喜びにおいて、ことの天末をちくいち打ち明けて語った。 そして、三先生を慰める意味においてか、真実を伝える喜びにおいてか、次のように話を結んだ。要するに、彼女は今のところは定助です。定助そのものですね。事故の本体についてはあくまで無自覚ですからね。要するに、それだけですよ。 これからが楽しみだとおっしゃるのですか。はは、嫌なお方だ。ヤブヘビの巻。並木先生が前山家の出入り禁止を受けることは、一件のお得意を失うという意味だけでは済まないのである。 並木病院の建物は前山家のものだ。前山家の先代は、全息その他の持病に難従していたために、並木先生に学士を出して医学校を卒業させ、別荘の隣に病院を建てて与えたのである。だから前山家の出入り禁止を受けると、彼の医者としての信用も、人間としての信用も、 根こそぎ失われるばかりでなく、医者の看板も住む家も失わなければならなくなる恐れがあった。そこで並木先生は直ちに三先生会談を招集したのであるが、この事件は他の二先生にとっても好ましからぬ意味があったのである。なぜなら、剣術の先生も彫刻の先生も、 前山家の庭内に寄居していた。というのは、前山家の先代は全息退治のために剣術修行を志し、別荘内に道場を作って、そこに新影流の達人、玄斎先生を移住せしめたからだ。講談本を読むと、平手美が肺病患者であったような話はあるが、 全足持ちの剣術使いの話は出てこない。してみると、剣術が全足に効くかもしれんというので思い立ったという話であった。また、一作詞は幼少からピッコで、病弱で激務につけないから、お金儲けはもっぱら先代に任せて、自分は風流の道にいそしんでいた。そのために、 小学校、中学校と同級生であった協力先生を呼び寄せて、別荘内にアトリエを作ってやった。この戦争で前山家の本邸は消失し、また他の別荘や土地の多くは、財産税で人手にわたって、今ではこの別荘が残っているだけであるが、おかげをもって、現在協力の二先生は、ほとんど収入もないくせに、 この暮らしにくい乱世を、なんとなく今日まで生き抜くことができたのである。こういう事情であるから、並木先生の立ち入り禁止が変に発展した場合には、彼らの唯一の安住の地を失う恐れがあったのである。ひょっとすると、この邸内から追放されるかもしれんということを知って、最もショックを受けたのは、新加流の 元在先生であった。ご承知のごとくに、敗戦後は剣術が禁止されて、進化下流が一門にもならないばかりか、元在その人が、民主主義の恩敵のごとくに、子供も女房も先生を馬鹿にするのである。協力が旅館の共同経営を提唱し、 現在の堂々たる風災が雇われマスターとして天下一品だと叫んだ時には、その敬願に啓服狂気したのであった。その瞬間から現在は雇われマスターの堂々たる姿に疲れ、寝ても覚めても自分の威風に満ちた雇われマスターぶりが目から離れない。現在は新陰流の他に裏千家流や、 梅若流などにも多少の素養を言うし、どういうわけだか、小さい時から身なりということに妙にこだわる立ちで、そのためか、諸国の織物については変に細かい知識があった。また、布地を集める趣味などもあって、それが敗戦後の生活に大層役に立ったのであるが、明治、江戸、室町時代頃までの布地なども、 多少は手元に集めていた。自分の趣味のためではなくて、剣術のお出入り先で、それを高く売りつけるような商法を、昔からやっておったのである。古いコンガスの薩摩上布が、幸いにもまだ手元にあるから、それに花色木綿の裏をつけて、落語では笑われるかもしれないが、 このゴツゴツした服装こそは、雇われマスターとして大通の装束ではないか、なぞと、惚れ惚れと考え込むのであった。しずしずと板の間に手をつき額をすりつけて、いらせられまし、と、最後の音を舌で丸めて飲み込むように発音する。協力が言ったではないか。 七十にしてますます若返り、十七八の千子さんのようなみずみずしい色気が溢れている、と。自分でも、近来富にそのみずみずしさが自覚され、なんとなくへんてこな気がしていたが、さては、人々の目にまで17、十七八の千子さんのみずみずしさが分かったのであるか。まさに、新加流の奇跡であろう。 敗戦とともに、それまで一日たりとも休んだことのない市内を振り回すのをやめたために、世紀が陰にこもって、うちから発するに至ったのかもしれない。七十にして、十七八の千五三への若返り。ああ、奇跡なるかな、奇跡なるかな。剣で鍛えたこの体は、 ヒロポンぞを打たなくっても、みずみずしく若返るのだ。女学生に惚れられるのも悪くはないな。その体力には自信があるな。近頃は鏡を見るのが楽しみだ。ためつすがめつ鏡を見たくてしようがなかった。どこがどうということもないが、どこを見ても満足であった。 自分自身のあらゆる部分が一切合切、鏡で再認識することによって、ただもう満足でしようがない。しかるに旅館開業どころか、この庭内から恩出されるかもしれないというから、現在が新化流の奥義に反して共闘したのは仕方がなかった。みずみずしい老体も無残に打ちしおれて、 実に強力先生とも思われぬ重大なる出現でしたな。しかし、強力先生は新時代を深く理解せられ、また新時代の方も強力先生を理解しているごとくでありまするから。どうぞ、先生、お助けください。はお助けするんですか私が。 変なことを言うな、剣術の先生は。あなた近頃、ちょっと変じゃないですか奥さんが言ってましたぜ。日に二三十遍鏡を見ているそうじゃないですか。いえ、それは武道の極意です。はあ、鏡を見るのが、ねえ。 諸神社の御神体も、概ね御神教が多いものですが、鏡も玉も剣も一体のものです。これが武術の極意でして、私が老来若返りまするのも、すなわちこの三味一体によって、はは <laughs> <laughs> さては先生。俺が十七八の千誤さんのような色気が出てきたと言ったから、 それで妄想に疲れたね。とんでもない。あれ赤くなったじゃないか。論より証拠だ。へへ。抜け抜けと三味一体を論じたね。あなたも思ったより口が達者じゃないか。いえ、もう時代に捨てられまして。よるべなき身の上です。 何とぞ、先生、お助けください。なるほど。なあ,あ。さすがに武芸の極意にかなって、変天自在。かつ、また、神妙な口ぶりではないですか。あなたは剣の傍ら骨董のブローカーなぞもやり、昔は蓄材も名人、女を口説くのも名人という人の話を聞いたことがあったが、 さては実弾だな。とんでもない。実はねえ、先生。その先生の神妙な話術を見込んでお願いがあるんですが、何しろ俺は喋り出すと軽率でねえ。特に美人の前では炉列が回らんです。実はねえ、僕は三、四年前から陰謀で毛筆を作ることを考えて、 旅先なんかで旅館の部屋のゴミを集めてもらって、陰謀を探し出して毛筆を作ってみたです。非常にいいですね。いや、これはね。まだ生えてる陰謀を抜いて作っちゃいかんです。自然に抜け落ちたような毛が頃合いなんですね。そこで、僕の一生の念願といたしまして、崇拝する美女の陰謀を集めて、 一本の筆を作りたいのですが、そういう失礼なことを僕の口から花子夫人に言うわけにはいかないので、いえ、僕はね、軽率だから本当のことをつい口走る恐れがあるです。花子夫人の今と寝室のゴミを毎朝晩集めて恵んでいただくように頼んでくれませんかね。 今にも追放の危機に際して、そのようなことが願えますかうーん、そうか。しかし、その楽天的なところが、協力先生の値打ちですな。我々の思想はもう古いです。先生のその新思想をもって、何とぞこの危機を打開していただきたく存じます。 さすがに新陰流の達人は緩急を心得ており、並木先生のように、強力の出現に面と向かって難喫するような至らぬところがない。結局、新陰流の極意によって、強力はじりじりと追い詰められ、危機打開のために、嫌でも彼が古軍奮闘を立ち向かわねばならないようになってしまった。 そこで協力は、高一に手引きしてもらって、密かに花子夫人と会談して。つまり、一服盛るというのも、一刀両断にいたすというのも、僕の失言でして、本人がそんなことを言ったわけじゃないです。だけどさ、要するに、彼らの心にあることを、あなたが言い当てたんじゃないかな。 僕にだって、その実感がピリッと来たですからね。ようせよ。君が横から口を出しちゃいかんじゃないか。君は退席しろよ。オブザーバーですよ。それに低粛な両家のマダムと対座するのがあなた一人というのは、今日のこの混乱せる時代を背景とし、またこのヘンテコな雑居族を背景として、 良識あるものは放置できないです。変なことを言うない。死に滅裂なのは君じゃないか。ねえ、ママさん。この人はね、パンパン宿なんかの部屋に落ちた陰毛を拾い集めて毛筆を作ってるんですよ。それでママさんの居間と寝室のゴミを、毎日朝は僕に吐き集めてくれって言うんですけど、 ようせよ。僕は旅先の旅館なんかのと言ったんだ。パンパン宿なんていいやしないよ。失礼じゃないか。あなた、パンパン宿以外に泊まったことないでしょう。例えば、熱海。あなた、どこへ泊まった糸川しか知らないでしょようせよったら、君は目秘券というのをやれよ。 この際、あべこべでしょう。あなたがそれをやるんですよ。うるせえな。何のために来たんだかわからなくなったじゃないか。実は、その、並木先生の問題ですが、先生が一服もおるなんてとんでもないです。そもそも医者は毒薬に通じておりますから、毒殺すれば必ずバレることを知っております。ですから、 毒殺は素人が用いる手口でして、僕は探偵小説を読んでおりますから。もっとも、医者が毒殺の手口を用いた例も2、3ありますけど。そういえば、かなりあったかな。昔読んだのは忘れちゃった。奥さんも探偵小説の愛読者だから、ごまかせねえかな。 私が並木先生をお断りいたしましたのは、先生のお見立てがお下手でいらっしゃるからですよ。いかに探偵小説を愛読いたしましても、まさか先生が一服おもりになるなんて考えやしませんわ。じゃあ、剣技晴れたんですか協力先生、しっかりしてよ。僕まで恥ずかしくなっちゃうよ。 そうか。見立てがお下手だから、と。つまり、そうか。これは、決定的だな。そうですよ。まさに、文句ないです。うーん。あいつはヤブだからな。どうして、当家の先代は、あの先生に学習を出したんでしょうね。 無駄なことをしたもんだなあ,あなたの一等ぶりの手並みも似たもんじゃないですか。無駄なことをしてるなあと、誰かがきっと言ってますよ。妖精は、君はうるさいな全然俺は君と会話してるじゃないか。君と会話するんだったら、こんな無理しなくとも、いつでもできるじゃないか。今日は全然ダメだ。 奥さん、失礼いたしました。と、協力は苦心の甲いもなく、退却せざるを得なかったのである。殺人事件の巻。ところが、一つけばかり床についた後、一作詩は、なんとなく死んでしまったのである。 どうも変ですな主治医として全く面目はありませんが、病院がはっきりいたしません。はじめは高血圧のせいで、他にさしたることはないように考えとったのですが。と並木先生の代わりに選ばれて診察に当たった太田先生が、葬式が済んだ後になって、高一に漏らしたのである。 すると、他殺だという意味ですかいえ、そうじゃないです。ともかく、解剖して病院を確かめるべきだったかもしれないというだけです。と、大田先生はごまかしたが、ごまかしたわけでもないが、高一がねちねちと追求すると、結局ごまかしたような結論になってしまうのである。 ねえ、先生。何か特殊な毒薬を用いた場合に、専門のお医者が見ても、外部からでは毒殺かどうか見分けがつかないような薬品といったら、どんなものがあるでしょうかそんな小難しい薬品を使って毒殺するなんて例は、日本においては考えられませんよ。なぜですか戦争に負けた国は、 毒薬の使い方もできないものですかね一般に素人がそれを使いこなす生活や知識の基礎がないですからね。秘密に勉強できないのですか例えばですね、日本人は読み書きの教育が普及していることは世界一だと言われてますが、そういう毒殺の方法が文字に書かれて公表されているとすれば、 それでもやはり、日本人は毒薬を使いこなす生活の基礎がないと言えるでしょうかそんな毒薬は一般に入手困難ですよ。殺人のためには、犯人は必ずや相当の無理はするでしょうね。とにかく殺人じゃないです。なぜですか今となっては手遅れですよ。 解剖しなかったんですから。というような結論であった。この会話を交わした人物が小一であるから、この会話がたちまち世間へ広がったのは当たり前だ。と言って、別段警察が動き始めたわけではないが、前山家の邸内の住人たちが、それぞれ人を疑って大変なのであった。 やっぱりやったか。いかにやぶでも医者にはそういないからな。してみると、生かす薬に比べると、殺す薬は調合が簡単らしいな。協力はこう考えた。言うまでもなく、多くの疑惑は主として並木先生に注がれていたのである。 患者がめっきり減ってからの先生の目つきは凄みがあるよ。気が違ったんじゃないかなぁ。というような観察が行われていた。ところが並木先生は世間の噂にはお構いなく。さて、犯人は誰であるか。長男の光一が一番怪しいが、玄災も協力もただものではないから。 どういう機械な行動をやるにしても不思議はない。こう考えて先生は万人を疑ったが、しかも奇妙なことに彼は医者でありながら何者がいかなる薬品をいかに用いて殺したかということを考えずに何者がいかなる心理によってこの犯罪を犯したかという 心理探求の方にもっぱら熱を上げていたのである。そこで協力が並木先生に言った。おかしいね。あなた医者だろう。そのくせ、なぜ、誰がいかなる薬品で殺したかということを考えないのかね。あなた、つまりそれを考えたくないのだな。そこで心理問題の方へはぐらして、 ごまかしてるんだね。つまりさ、あなたが殺したからだろう。こう言われても並木先生は、誰か他の人がそう言われたごとくに全然平然として、いつも傍観者のような顔をして安らかな笑いを浮かべていた。俺にだけ白状したまえよ。気が軽くなるよ。 僕はね、一作詞を殺した人に敬意を払うと、かねて神仏に約束してるのだから。この犯人は非常に性欲が強い人だね。あなたも性欲が強いが、玄西先生が七十の老人ながら、まだまだあの方は四十三十の壮年のごとくですね。 この人は医者の学校で何を勉強したんだろうね。いかにごまかすためでも、医者は医者らしくごまかせないものかね。ここに一つの例がありますが、玄西先生はこう考えたのだね。不助子を喜ばせるためには、口説くのが何よりである、という考えです。 これは老人が人生を達観した後に得得する考えの一つでして、苦労人の見解です。そこで玄斎先生は、花子夫人に言い寄りましたが、花子夫人が風に吹かれる柳の枝のように受け流しておったから、風に吹かれて、微風にですな。そよそよと、柳の枝が揺れる。 いい風情ですな。何を言うとるですか、この親父は。どうも頭の方へ来ているらしいな。しかし、玄西先生が口説いたというのは初耳だね。あのじいさんがね。しかし、確かに近頃、めっぽう色っぽいよ。口説きかねないね。緩急自在、じりじりと。 剣の極意によって神妙だからね。しかし、玄斎先生の他にもう一人、花子夫人に言い寄った初老の人がある。芸術家だね。彫刻をやっておる。しかし、気をせかせるばかりで、言説に風情がない。あれあんた知ってたのか驚いた。 誰から聞いたねとにかく、性欲の問題です。性欲の強い人が女に言い寄りもすれば、結局、人を殺すようなことになります。よせやい。ろくに女も口説けないような、陰にこもった人物が一服もおるのだよ。そうこうしているうちに、 花子夫人が行方をくらましてしまった。恋人ができて、東京で新世帯を持ったらしい。行方をくらます前に、道具屋を呼んで、相当数の金目のものを売り払った。前山家は財産家であるから、いろいろ金目の書画や骨董類があった。東京の本店に所蔵していた宝物を、 焼ける前に別荘へ疎開させておいたから、そっくり残っていたのである。花子夫人が売ったのは、その何分の1かで、全体から見れば、微々たる数であったらしいが、彼女が道具屋から受け取った金は、300万か400万であったという話であった。孔一は、義母が宝物の一部を売るのを知っていたが、 黙っていた。いや、そればかりではない。義母に恋人ができたことを早くから知っていたが、見て見ぬふりをしていたのである。ママさんはまだ若いんだからね。それに、あの美貌なもの。僕みたいの青年に、ママさんなんて呼ばれる気の毒さ。早く。 ただの女にしてあげたかったのさ。<laughs> <laughs> と、妙に物分かりの良いことを言っていた。そこで目を光らせたのは強力だ。うーん。してみるってうと、前山一作殺しの犯人は、絶世の美女かもしれないな。それだったら、もう文句はねえや。 独断的な推理は良した方が良いですよ。殺人なんかなかったのかもしれないじゃないですか。良性愛。やに物分かりの良さそうなことを言うじゃないか。僕も軽率だったよ。この犯人の素晴らしさを忘れていたね。とにかく、医者が見ても分からないように殺したのだからね。素晴らしいことだよ。 この素晴らしさを忘れちゃいけないね。そして、他に犯人のあり得る状況を作るために、並木先生の診察を拒否したとすれば、これはまさに芸術的な名作じゃないか。こっちは、このうちから追放されやしないかと思って、油汗を書いちゃったからね。とんまな話だよ。並木先生だの玄斎先生なぞに、 こんな芸術的な殺人ができるはずはねえや。はっはは。一刀掘りの彫刻よりも名作らしいですかね。生意気言うな。ところがある日のこと。高一の妹のマリコが会社へ出勤するため急いでいるとき、ちょうど朝の散歩に肩を並べていた兄に言ったのである。 お父さんを毒殺したのは兄さんでしょう。妖精よ,よ。ママさんに恋人ができるように仕向けたのも、ママさんが家出するようにそれとなく知恵をつけたのも兄さんよ。ママさんの恋人って兄さんの友達のよたものじゃありませんか。そうかしら。しらばっくれるわね。 兄さんって欲の深い人ね。そんなにまでして財産が欲しいのかしら僕もマリコくんに一言言っておくけどね。お父さんを毒殺したのは案外マリコじゃないかいまあ、誰が犯人でもいいけどね。次に財産を独占するために 僕を殺しさえしなければね。お互い様よ。遺産を独占するために、私を殺すのだけはよしてちょうだいね。お互いに、それはよしましょう。そして、兄と妹は、口をつぐんで、右と左に分かれたのであった。要するに、 誰が犯人だか見当がつかないらしい。そして要するに、誰が犯人でも構わないような、ヘンテコリンに無関心な時世が到来したらしいのである。戦争という大殺人の近づく気配が、身に迫っているせいかもしれない。シリ滅裂は、今やすべてのものについて、 そうであるのかも、しれない。